はいどうも、皆さん、こんにちは。かぶくんですえ。今日はですね、僕自身時間があるのと、皆さん、明日休みなんですね、月曜日え。3連休ということですので、もう一丁コメントコールやっていきたいと思います。はい。えー、ゆうのややさん、ありがとうございます。かぶさん、今日は早起きですね、ということなんですけど、あの、朝起きちゃいました。朝ね、4時過ぎにね、目が覚めちゃって、でその後ね、寝れなくなっちゃって。 はいえー、動画を、ね、あの撮るのを早めたんですけど、えー、昨日見たんですけど、14歳のロシアのアカチエワという選手が高い点数で優勝したみたいです、えー。北京オリンピックには年齢制限で出られないみたいですけど、またロシアから次々に来ますねということで、えー、コメントをいただいた後にですね僕あの、見てきました。のました、はいえー、そしたらですねあの、ま、ず 今出ている、まあ、トゥルソやワリエワ選手とか、あのー、よりもですね、スケーティングのタッチですね、スケーティングタッチってのはスケーティングのスタイルがね、えー、少し違うかなという印象がありましたね。うん、で、あのー、どちらかと言ったら滑らかなスケートをするかなというふうに、あのー、見た感じ、一瞬で思いました。うん でフリースケーティングの方を見たんですけど、4回転トーループとトリプルアクセルをですね、同じプログラムに入れて成功させていましたよね。うん。だから、あの、ものすごいレベルが高いなと思いました。はい。ただ、あの、ツルソワ選手とかとは全く違って、やはりこう、細いから回転ができるかなっていうね、印象も歪みませんので、 まあちょっとシェルバコワ選手と少しこう似てるタイプかなとは思いますが、スケーティングタッチが少し違うかなという印象があるので、えー、まあそれがね、あの、これまでのエテリチームとはちょっと違ったあの選手かなと思います。なんかアジアン風の曲で滑っていて、まあ、ステージでしたよね。うん はい、ただ、後半のルッツジャンプで転倒だったかな、ありまして、あとコンビネーションのところも少しね、ばらついていたかなっていう印象があったので、えー、まあルッツジャンプが少し苦手な意識があるのか、あるいはたまたまね、あのー、当試合でうま、えー、くいかなかっただけなのかっていうのはちょっとよく分かりませんけど、えー、ルッツジャンプが少しね、制裁書いてましたよっていう感じありましたね。うん。 でえー、北京オリンピックには年齢制限で、えー、出られないということなんですけど、まああの本当に、ね、次々ロシアからね出てくるということで、えーまあ、ロシアはしばらくね安泰なのかなっていう感じはあるんですけどもね、うん、今後、北京五輪以降はどうなっていくのかね、まだ気は早いですけどね、気は早いんですけど、まあ北京五輪以降もねあの気になるなって思いますね。うんはい はい、えー、そして、ゆうのエやさん、もう一度コメントいただきました。か、え、ぶ、ー、さん、フィギュア選手は私から見ればみんな頭がいいです。えー、だって、あの振り付けを覚えられるのは頭が良くないとできないし、えー、ジャンプの順番とか、えー、間違えないのもすごいです、えー。私なら頭、こんがらがると思います。<laughs> ということですね。うん、でも、あのー、多分ね、家から学校に通う道のりが分かるのと同じだと思うんですよ。 うん、あのどの電車に乗って、どの道を歩いて、えーまあ、それと全く,全く同じというか、ね似てるい、似てるかなとうう思うんですよね。まあ、フィギュアスケーターの選手たちというのは、まあ、トップ選手は毎日毎日こう、ね、長い長時間練習するわけですね。だからあの、まあ、嫌でも覚えちゃうというのがありますね。はいでまあ、もちろん、ね、あのトップ選手も含めてですが、 えまあスケートが好きでフィギュアスケートの練習を取り組んでいる人は好きでね情熱を込めてやっているわけですからやっぱ音感とかねえそういった音楽を聴いて自然に体が動きやすいっていうかねまあそういう性質まあキャラクターっていうのもありましてまあ結構そのまあ好きだからやってるという人がまあ多いかと思うんですよ。 うん、だからまあ好きなものって結構覚えが早いと思うし楽しみながら覚えることできると思うんですよねだから選手たちって結構振り新しい振り付けを覚える時っていうのはなんかあの先生から教わったりする時にですねああこういったあの新しい振り付けだってね結構興味,し興味深くねあの学ぶことができるので結構楽しいんですよねうんなのでそういった意味であのまあスケートをね 振り付けとか、あのーまあ、やっぱりこう慣れ親しんでいない方からはですね、まあ、覚えるの難しいよねとかってなるかもしれませんが選手たちは意外と振り付けっていうのは、まあ、結構楽しく覚えてしまうのかなっていうところはありますね。うん、なかなかその、えー、想像するのは難しい部分ではあるんですけど、えーまあ、道順をね覚えたりとか、あのーまあ、それに近い部分がねあるのかなって いいうふうには思いますねね、うん、ただ、ね、僕昔ねあのピアノをね少し小さい時に習ってたんですけどちょっとだけね習ってたんですけどどうしてもねピアノは何回練習してもできませんでした、えー、例えば左手の親指をね、えー、押すと右指の親指も動いちゃうんですよ。うん、要はあの右手と左手の指が同じになっちゃうんですよね。小指動かしたら小指が動いちゃう。 中指動かした中指動いちゃう。で、同時になっちゃうんですよ。だから、ピアノが弾けないんですよね。何回やってもこれは無理でした。うん。だから、まあ、無理なものもあるみたいなんで、やっぱ人によって、まあ、その、覚えられやすいものとかっていうのは違ってくるのかなっていう感じですかね。うん。はい。えー、そんな感じでございます。はい。えー、続きまして、タム2023。ありがとうございます。 ネイサン選手の人気がないについて真剣に考えてみたのですが、カブさんが言うより何か足りない気がします。ドラマ性だったり、感情表現だったりもあるかなと思うのですが、私は個人的に情熱かなと思いました。どの分野でも一生懸命にその道一筋に打ち込む選手はやっぱり尊敬に値します。し、その真剣で一途な姿勢に人は心を奪われるのではないでしょうか。 えネイサン選手が不真面目とか言っているのでは決してはなくて、フィギュアスケートに一生を捧げる覚悟ではないことが見ている側はどこかちょっと冷め,て冷めた目になっちゃう。これね、あの同感ですね。フィギュアスケートに一生を捧げる覚悟ではないというところですね。まあ、これはね、あのまあ、羽生選手たちを見ているとかなりあるんですよね。もうね、はっっきり言って あの、もうぶっちゃけますけども、羽生選手はフィギュアスケートを命がけでやってると思うんですよ。うん、なんかあの、もう命でフィギュアスケートやってる気がするんですよ。なんか伝えにくい部分なんですけど、なんかこう、命にと同じぐらいっていうか、それに変えてもね、成長したいっていう感があるんですよね。うん、まあ、そういった大会もありましたよね。うん、あの、やめた方がいいって皆さんが言ってるのに、あの、怪我をね、して、ええー、包帯を巻きながらね。 出たた試合もありましたね、うん、だでもやっぱりそのいうううにい思うんですよ、うん、いくら周りがね、えー、ダメって言っても、えー、でもそれでも、まあ、自分が決めて出場するというのがあるわけですよね、うん、だからまあそういったところを見てて、まあ、決してそれがいいか悪いかっていうのは別として、まあ、それがやっぱり人から見ると心を打たれる部分っていうのがあるのかなって思うんですよね。 うん、であの、まあ、フィギュアスケート一本でこうそのフィギュアスケートに情熱を捧げる力もあるとまあ姉さんチームもねとても情熱を僕は感じるなと思うんですがまあやっぱりこうまあ文武両道なわけですよねまあいろいろこうまあもちろんそれが悪いわけでも全然ありませんけどもまああのまあフィギュアスケートはなんかその人生の一部というかねまあそういう感じがあるんですよね。 うん、だからまあそれが見てる側として伝わってきてしまうっていうのがあって、えー、どうもなんかなかなかこうね、えー、人気度が上がらないのかなっていうところは確かにあるかなとは思いますね。えー、親身に応援まででいいかかななのではと,なかとよくネイサン選手のファンは、えー、彼は文武両道あやっぱここですよね文武両道ですごいイエール大学医学部に行く予定と言われますがそれがあだになっている気がします。 医者になる予定の人が趣味で頑張ったらすごい結果が出ちゃったみたいな腰掛け感があるんですよね <laughs>。というところなんですよね。だから文武両道は素晴らしいんですが、やっぱりこうフィギュアスケートにこう命を懸けるみたいなね。っていう人はやっぱりこう人気が出ますよね。うん。うん、だから、あのー、まあこれもね、だ,だからねあのも、もっと言うとですね人気が、人気があるからいいとか悪いかっていうわけではないんですよ。決してね。 あの人気があるからいい、人気がないから悪いとかっていうことは決してないわけですね。うん、そこもねああのー、まあ、伝えたい部分ではあるんですけど、えー、俺はフィギュアに命を懸けてるんだみたいな羽生さんの一途な情熱に応援したくなったり、聞かれたりする人が多いのが、これそうですよね、一途な情熱ですね、これがね、やっぱり、えー、羽生選手には僕はかなりあると思います。 まあそれだけが、ねえー、人気の秘訣ではないと思いますが、えーまあね、かなり僕はあるかと思います。うんえー、と思うと、勝ってばかりのネイサン選手は負けて悔しがる姿も、えー、見れないし、情熱が伝わりづらいかなと思います。うん、思いました、えー、だとすると、五輪のオリンピック金メダルを取れば人気が出るとは単純には言えないかもですね。えー、どうしたらいいかな。 金メダルの取り方がピョンチャンのようにショートプログラムで失敗して、かい、FS ですごい高得点で大逆転、やったぜ、すべて犠牲にしたかいがあったぜ、を号泣、みたいなドラマ性があったら人気爆発かも、いや私も感動すると思います。やっぱり見,見てる、見せる側が、見せる情熱は大事ですよね、ということで。うん そうですねやっぱり情熱ですね。まあ、ネイサン・チェン選手、情熱がね、まあ、僕はねどちらかというとあるかなとは思うんですけど、まあ、その情熱にもね、えー、いろんな種類がありますよね。うん、だからまあ羽生選手の人気の秘訣っていうのは、まあ、フィギュアスケートをこう命がけでやってると、命に代えてもフィギュアスケートを成長したいっていうね、その意気込みを感じますね、僕は。うん、だからそれがやっぱりこう 人人気気のの秘訣人気力が高いいかなって思いますねこれは本当に僕本心で本当に思ってますからね。うん。あの気を使ってるとかじゃなくて本当に僕思ってます。はい。でもう一回言いますと、人気があるから好きとか、人気がないから嫌いとかっていう、人気があるからすごいとか、人気がないからすごくないとかっていう話では全くないですからね。そこはね、あの、お願いいたしますよ。うん。はい。そんな感じです。 はい、えー。そして、タブ2023、ありがとうございます。人気があってもなくても、スケーターはそれぞれ個性があるので、見て楽しい。そこですね。そこです。まさにそれですよ。僕はその通りだと思います。うん。そうです。人気があるとかないとか関係ないですね。本当にね。うん。はい。えー、そして、ゆうのややさん、ありがとうございます。かぶさん、私もワクチン。 をやっとワクチン打った。左腕が痛くなってきました。あのなんかね。該当箇所が痛くなるっていうことは結構あるみたいですよ。うん。なんか、これは新型コロナワクチンだけじゃなくてもなんかありえるみたいなんで、しばらくしてると痛みなくなってくるかなっていう風ううには思いますね。まあ、僕もあのワクチンじゃありませんけど、この前ねあの注射献血でね、えー、注射打ったらもう腫れてました。今ね治りましたけどね。 腫、うん、れてうわーってなっちゃってましたけどね。でもまだ下に寝ると痛いです。でももう3回目がどうとか言っている話が出てきてますねということですがもう目が点ですね、僕は、うん。目が点になっちゃいましたね。うんまあ、このワクチンループに、ねえー、なっちゃってるということで、まあ、これはもうノーコメントなんですけどでも、まあね、ワ,クチンワクチンループはきついですね。うん でもなんか、一回打ったら打ち続けなければいけないっていう話が出てるみたいなんで、まあ、それがね、どうかというところで、まあ、世界的にもね、今、議論の最中みたいですけどもね。うん、はい、そんな感じです。はい、えー、そしてタップダンス柳さんありがとうございます。日渡し智樹選手はアメリカの男子シングルの選手です。僕ね、実はあれから調べまして、ああ、あの選手かと思って、えー、思い出しました。はい。 あの世界ジュニアの2016年大会で銅メダリスト、2019年の大会で金メダルを獲得しています。アメリカ代表ですが、バリバリ日本語、関西弁をしゃべります。えー、世界ジュニア優勝のときのリアクションが面白いとニュースにもなりました。 ジャンプやスピンが時計回りで、ビールドマンスピン,スピンがめちゃた麗です。柔軟性があるんですよねで。ジャンプの飛び方も非常に独特なジャンプの飛び方で、えー、個性派のスケーターだと思いますけどもね。うんえー、そして、アリサ選手は5人姉妹の長女なのだそうですが、5人全員が代理出産なので、実の母親を知らないそうですあ。なるほど、そうだったんですね。 また彼女の父親は中国人なのですが、自身が中国人らしい顔つきをしていないことを疑問に思って、え父親に質問したこともあったそうです。あずい随分タップダンス、柳さん、詳しいですね、えー。なんかこういう、なんか、武勇伝じゃないけど、こういった歴史かなもあるみたいですね。うん。はい。まあでもなんか、 ね、あのネイサン・チェンとかもなんか中国系アメリカ人って、ね、言われたりとかあったりして、まあそ,うなんかね、そういったなんか差別とかも気になるんですけどもね、うんうん、でも過去にはそ,のそれこそミッシェル・クワン選手が中国人アメリカ人で、ね、中国系アメリカ人だったけどすごいこう人気があったっていうのもありますからあんまり関係ないか人気かどうかっていうのはね、うん、そうだからアメリカは、まあ、いろんな人種が、ねえー、生活していますのでね 日渡し君に関してはユニークな滑りをされるなと思ってで今季は、ね、どうなるのかなというところですけど、えー、彼はなん,かあのー、なんか同化師のようなプログラムが、ね、似合うなって思ったことがあるんですけどもね、うん、果たして今年はどういう演技をしてくれるのか気になりますね、うん、はい、えー、そしてレモンミカんさんありがとうございます えー、ワクチン接種をするのは感染しても重症化を防ぐためっていうね、これ本当の、その、まあ、要はこのことをねあの、あったわけですよね。うん、だけど,どう、なんかコマーシャルでは、ワクチンを打つということは、他の人に感染をしない、人他の人にうつさないためにワクチンを打ちましょうみたいな、ね、感じのコマーシャルが、今も流れてるらしいんですよ、日本で。 だしいっていうのは僕はよくわかんないですけどもね、えー接種し。接種していれば絶対に感染しないということではないと聞いています。そうなんですよね。だから日本人はマスク、えー、消毒をやめない。うん。その通りだと思います。はい。でね、まあ日本人はこのマスクをすることにそんな抵抗がないと思うんですよ。何も新型コロナだけじゃなくても、えー、僕もなんかそんなにこう電車に乗るとなんか人に顔をね、 見られたくないみたいなね。変なあの自識過剰が過剰ということもあって、よくマスクをした方が安心するっていうのがあったんですね。うん、今でも結構そういうのあるんですけど、あのまあ、そういう時もあって、結構日本人って。まあ恥ずかしがり屋の人が多いので、マスクを着てまして、ま、して街中を歩いたりとかしてる人結構多いと思うんですよね。 うん、まあそれだけじゃなくてインフルエンザの予防とか人混みの人,ごは人がねたくさんいるようなところにはですねマスクをしたりして風邪とかをインフルエンザを予防するっていうことをやってきてますからだからそんなにねまあコロナだからコロ,ナコロナだからといってあのすごいマスクをね なんかつけなければいけない感っていうのは日本ではそこまで多くないと思うんですよ。でもベルギーはこれまで人生で一回もマスクをしていなかったっていう人が本当にもうほぼ9割以上なんですよね。そういった方々がですね、まあ、この新型コロナで、ね、マスクをしなければいけなくなったっていうのはこれはね、マスク革命ですね。うん まあ日本人からしてみたら普段からマスクしてる人は多いのでそんなにマスク革命ってないじゃないですかだからまああの意外性がないんですが海外からするとマスクっていうのは本当ねあのまあ遠いなんていうんですかねまあそういうねあの珍しいものでありましたからねうんはいまあ消毒は今もやってますけどもね全く同調圧力とかワクチンパスポートとかえ中世の魔女裁判みたい。 ということですちょっとごめんなさい、僕ね、これは何のことだかあの分からなかったです。はい、えー。なんでこれが中世の魔女裁判なのかっていうのはちょっと分からないですけれども、えー、魔女だと認めないなら、あ、なるほど、こういうことですね、魔女だと認めないなら拷問、魔女だと認めても火破り、どっちみち疑われたら殺されるみたいな。 えー、現代は非科学的な時代じゃないのに変な宣伝はしないでほしいですよねということでやっぱり宣伝あるみたいですよね、えー、もしも子どもに打つとなったら母親たちの反対は母親たちの大反対で大変ですよということですねでもね多分ね日本はねまだましですよ、うん、日本はあのワクチン差別っていうのが少ない方だと思いますだからね 多分ワクチンが強制になるっていうことはね、ないんじゃないかなと思いますね。これがね、まあ、あの東南アジアの一部の国とか、えー、とあそれからあの東、えー、となんだ中東の一部の国とかね、それこそヨーロッパの一部の国とかはですね、まあ、あのワクチンを打たないと、まあ、いろいろこう罰金を取られたりとかね、ありました。イギリスではね、つい先ほど、あついこの間ねあのワクチンあの、ワクチンを強制、 でね、打たなければいけなくなるんじゃないかっていう議論があったんですけど、えー、まあそれが中止になりました、うん、中止になったばかりなんですけどあのー、まあいろいろ考えていくということみたいなんですが日本はね恵まれてますよまだ、うん、ワクチンに関してはいろいろまあ日本に住んでいるとなかなかねあの難しいっていうかあの気づくの難しいっていうのは思うんですけど結構日本はまだ恵まれてる方かなと思うので、えー、安心 していただきたいと思います。安心していただきたいと思います。で、おかしいかうん、そうなんですね。だからワクチンを打たないとね。殺される国もありますからね。本当恐ろしいですけど、うんはい。ただ、変なコマーシャルが流してるなっていう印象はありますねえー。ちなみにベルギーでもですね。ワクチンを打ったらなんか人にうつさないみたいなデマが流れているので、あの逆に今はワクチンを打ったら人はですね。まあ、マスクをしている人がかなりね。あの。 マスクを外してて歩いてる人がい,っぱいいいる人っぱます、ねうん、で、ついこの間マーク、WD はマスクをね、表では別にしなくてもいいっていうようなルールに変わりまして、えー、あちこちでもう普通にマスクをしないで歩いている感じですね。うん。はい。まあ、僕はそれでもマスクを続けてますけどもね。うん。 まああのマスクをしてても確かに菌が入っちゃって感染する可能性あるんですけど僕が一番そのマスクをして安全だなと思うのはあの例えばこうね手すりとかねなんか触ったりした時に あのマスクをしてるとなんか人って無意識にこう口に手を当てることってあるじゃないですかでもマスクをしてると、あのー、なんか無意識ではなくて意識的に口を触らずにこうすむんですよね口を触ると「あマスクしてるから口触っちゃいけないね」っていうふうになるわけですよねでもこうマスクをしてないと意識的にこうあ無意識のうちにあの歯にこう手を当てちゃったりとか唇の皮をむき始めたりとか何かこうなんか詰まったらこう歯をねこういうふうにいじったりとかするっていうことがあるじゃないですか でも、そういったことがですね、あの、まあ、マスクをしてることによって、防ぐことができるんですよね。うん。だから、まあ、そういったあのところが、マスクをしてて、まあ、感染をしない、感染しなくなる、しにくくなるっていうのはね、あるのかなって、僕は思ったりはしています。はい。というわけで、皆さん、これでありがとうございます。えっとあの、これで以上になります。ありがとうございました。